はいどうも、あやかとひろでキムちゃんズです。どうもどうも。今日なんで私こんなおしとやかなフリルなんてある服を着ちゃってると思いますか？わかりません。わかろうとして。なに、旦那やったらわかろうとして、はい、愛する人がなんであんまり好きじゃないフリルを着ようとしたか汲み取ってみて。わかりません。やばいな。なに、桜学院やからやんか。なるほどなるほど。勝手な。なるほど。めっちゃ勝手なイメージやねんけど、ちょっとあの清楚に行こうかなと思って。なるほど、はい、なので今日はあんまり好きじゃないんですけど、カジュアルなフリルやったら好きなので着てみました。なるほど、はい、うん、寄せに行ってます。なるほど、はい、いいんじゃない、はい、その上からな。自分の方が可愛い方がいいもんな。うん、人が可愛いと嫉妬すんねんな。うん、取られた。めんどくさいねこの人。来てしまいましたね、とうとうこの大きな大きな沼に。なるほど、はい、片足突っ込みかけてる状態かなと思いますけど。そうですね、はい、完全にはまったまではごめん、まだ来てないな。まだはまるかは分かんないですよ、うん、だってまだグラデーショントス見ただけやし。まあそうね、カレンガールズ私ちょっと見てるけど、まあ確かに良かったね。でもあれは感動したな。感動した。なんか違う感動っていうか、なんていうんかな、なんか私はですけど、なかなか他にはないエリート感だけじゃなくて、すごい厳しいっていうだけじゃなくて、なんやろな、やっぱ品かな、ちょっと珍しいなと思って。なんか芸能界っぽくないなみたいな、うんうんうん、芸能界はどんな悪いイメージ持ってんねんって感じかもしれんけど、まああるから私には、まあね、悪いイメージが。だからねちょっとね感動しちゃったんですけど、さあどうしますかって時にですね、ベビーメタオーノと同時進行でいこうかなと思いまして、はいはいはい、ちょっとこう気分転換に見たいなっていうところで、うんうん、桜学院の何を見るかと言いますと、はい、学年末テスト2010年。めっちゃ前やで。14年前。いやすごいね。14年前まず私たち出会ってません。出会ってない出会ってない、はい、うん、なんなら私20歳そこそこの小娘でございます。あ、そっか。え、14年前やろ、うん、もう21歳とかやもん。はー、それこそ本当ボイストレーナーなりたてやわ。新米先生もう必死で生きてた時やわ。ヒロさん何してたん14年前って。ちょうど20代後半ぐらいのことでしょ。うん、26、ん、え、7歳差やから、はいはい、28か、うん、多分ゲームセンターでバイトしました。リアルやな、うん、アルバイト生活やね、ほんまにそれこそ、ね、うん、その時ヒロ君も新たな一歩を踏み出せた時やってんな多分な。そうです、だからそれまであのうち自営業やったんで手伝ってましたね、ずっと。なるほどね、うん、そんな時にもやってたことを今更見るっていう。なるほど。18分33秒間あるんですけど、はいはいはい、まあものすごい長かったらちょっと考えたんですが、まあこれぐらいだったら見れるなと思ったので、うん、一体これが抜粋なのかそのまま なのかもう全然分からず見るけど、うん、どうしてもなんかいい感じの情報がね今ほらもうないわけやん、あの存在してないわけやんか、はいはいはい、まあ見れる間に見ましょう。そうそうそう、だからとりあえずこれ見ようかなと思いまして。じゃあ行く、いきますか。まあいつもよりちょっとラフに見よう、長いから。そうね、あんまり緊張感持ってみたら疲れちゃうから皆さん。なんかせんべい食べたりとかね、はいはい、お酒飲みながら食べたりとか言っちゃったらもうちょっと関東に馴染んできちゃってね。もう何、はい、こ、じゃあ皆さん用意はいいですか。18分33秒間の桜学院年度末、年学年末テスト2010ね。いきますか、はい、何も分からず見るよ。はい、いきます。いきますよ、はい、3、2、1、スタート。聞こえますか。うん、うん、あー、もえもえおるやん。子供先生かわいい。森先生、あ、すーちゃんまた。日直ゆいもあってるって。ほんまや、かわいい。一般常識、お、一般常識。へへへへへへ、
先生役の方キーパーソンやろなこれ、うん、子供相手にやってるわけやからおっとえ5分？ 5 分ガチやな多分5分ってうんやらせとかできんやん5分じゃえこの子たちの年代の一般常識って一体何信号青色は行ってもいいかとかあーなるほど何一般常識ってこういう細かい会話はセリフないよねきっと流れはあるやろうけど来たよてんさいやってうんうん、あーなるほど先に答えかはいはいはいちょ ゆいちゃんともあちゃん真ん中座ってるけどかわいすぎるなうん幼い他の子たちよりかわいいあそういうことあーそういう系かそういう感じかこれむずないでも誰でしょうおもろそうやなこれうんあもあちゃんやてお答えてるすごいすごいやんあすごいやんもあちゃんほんまに可愛いな最年少すごいすごいやばいなこれは知ってるか知ってないかの問題やから分からんかと分からんよな、うん、いやなるほどそういう感じねおもろなるほどいやちなるほどおもろいなおもろいおもろいフランキーっぽいな確かにおもろい当てずっぽいやみんな、うん、おもろいかわいいねこの子もうんすごいみんなほんまにかわいいフランキーおもろいおもろいおもろいじゃなくちゃってあーいやむずいってあーむずいね、うんうんうん、最年少もあちゃん最年少やろ習ったこんなもうちょい年いってからちゃうおおすごいすごいなすごいえそんな時に習ったっけ年齢の時にお、ゆいちゃん
可愛い。可愛いやん。うん。いいやん。これでいいやんな。うん。おっと、すーちゃん？お。やばいな。うん。おもろい。賢いな。うん。大地的な。時あって。おもろい。おもろい。面白いな、みんな。うん。え？え、よか？え？分からへんねんけど。分からん。これやばいな。緑の家。そうやんな、昭和の日は知ってたけど変わったんや。でももうこれ14年前の話やから、うんうんうん、変わったのに知ってるってすごいな。すごいね。いや私分かってへん、こういうの分からへんわ。あーなるほど、分かる、言いたかったら分かる、うんうん、いいやん、いいやん、い欲しい。おっと、まあ、ちゃん、うん、ほんまに可愛い、このハニカム笑顔。聞いてない。7月言ってるやん。聞いてない。7月5日やで、ヒロ君誕生日。ひひひがやで。ちょっとやばい。ほんまにかわいい。やばいなぁ。ちょっと。モアちゃんの誕生日もう一生忘れへんわ、私。なんか死んだ。あ、笑い。いいな、頭が柔らかいっていいよね。森先生のいいところは突っ込んでんねんけどずっと笑ってんねん。ああ、なるほど。愛を感じるわ。一人だけ。え、待って、出てこへんねんけど、どうしよう。お、おうし座、乙女座。え、何だっけ。え、やばい、出てこへん。あ、おひつじ座か。あー、なるほどね。あー、でもこれ、これはでも、あるよね、かわいいわ。かわいい間違い、うん、ないかも。ほら、いやこれでも年代バラバラやから大変やったな。うん。おお。おお。難しいんじゃない？うん。
トゥン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 。おお。9.5点。点5ってなんやろな。うん。そういうことか。あ、二人。松井愛理さんってなんか私見たことある気がする。現代でちゃうかな。わからん。あやかちゃん。うんうん。すごい綺麗な方やね、うん、清楚。あ、お、すーちゃん、8.5点。中東部、なるほど、分かれてるのか。7.5点、刻むね。ほんまやね。かわいい。ほんまにかわいい。あ、喜んでる。そうやったな今。うん。かわいい。なるほど。5年生。5年生なんかちょっと可愛らしいな。うん。同時に。まあテレビ的にはな、うん、武藤さん持ってると思いますけど。なかなかやね、うん、ああなるほど。ああはいはいはい。なんで犬やったんやろ。かわいい。かわいい。何？
あーある。あ、ここまでワンワンじゃん、来たことあるよ。うん、あー、いや私これ分からんかもしらん、私うん、なるほどなるほど。でも考え方としてはやっぱ賢いよね、はいはいはい。やった。慣れてるね。なるほど。おお、めっちゃ授業っぽい。うん。面白かった。終わりかな？あった。あった。え、めっちゃおもろいんだけど。おもろいね。なんかさ、ヒロ君バラエティ嫌いやんか、うん、まあ私もあんま好きではないんだけど、うん、なんでかっつったら大人やからかもしらん。あ子供がやってんの見たらちょっと面白いかもしらん。はい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 。しかもこう頑張って喋ってるっていうよりはこの番組はですけど素で答えてるやろ多分、はいはいはい、本気で答えてるやん。もあちゃん私の誕生日7月最高やな。あれやばいわ。もうひろく7月5日嬉しいやろ。一日被害ですほんまに。やばいな。もう私もあちゃんが可愛すぎた。ゆいちゃんと可愛いね。学年がまだ幼いっていうのもあるけど、うん、表情ニコ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 ってスンって座って、可愛いよね。あんな可愛い子供ってさ、どうしようやわ、心配じゃないわ。ねえ、いや一個言いたいことがある。私は言っていいこれだけ。あの彼女たちの型を持つわけではないけど、え、私永遠に少女やから子供がちょっと言いたいことがあんねんけど、言って。一般常識テストで、まあ、20点中何点かって話やったやんか、はい、それが一般常識っていうのが意味わからんって感じ。ああ、なるほど、うん、例えば、うん、さっきの昭和の日がとかはまだわかるけど、別にそれわからへんくても問題ないと思うねん正直。もっと言ったらアインシュタインおじさんっていうのは間違ってないっていう言い分は私は分かっちゃうタイプやね。確かにおじさんやな、そうやんなみたいな。あ、じゃあ 0.5 点あげようかとか言っちゃいそうなタイプなんですね私の場合。だからこう彼女たちの言いたいことを、なんかこれそれが常識なんやへーって、こうどん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 大人が与えた情報でこれが一般常識なんやって多分育っていくと思うんですけど、なんかその反論する年齢っていうか、それが常識なんですかみたいな年齢やんか多分。そうだね、おじさんはおじさんやんかみたいな、うん、はいいなと思った逆に。なるほど、うん、その考えで間違いないし、なんかそのまま言っていいよと思った逆に。確かに、なんかそこでアインシュタインって覚えなあかんかったんやって、なんかシュンってしなくていいよって思いました。何の話って感じかもしれないけど。真面目やな。いやだって大事やん、こういうの見て影響されるタイプやったからさ。なるほど、一般常識知らん子なんや、勉強しなって思うタイプやって、だからやっぱ日本人真面目な子多いやんか、うん、あんま真に受けてほしくないなとはちょっと正直思いました。なるほど、うん、まあテレビやからね。まあね、でもやけどさ、話ちょっとだけ脱線するけどさ、大人になってもさ結構あのデスクワーク系のお仕事つくときって一般常識テストさせられんやんか。なるほどなるほど、うん、まあ、うんうんうん、正社員とかやったら多分デスクワークじゃなくても普通に
他の業種でも全然あるとこはいっぱいあると思うんですけど、まあ、あるでしょうね、うん、ほとんど答えられへんかったし、うん、大体そういうとこ全部落ちてきた。まあそういう時にだから困るよね結局。そう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 、どっか企業に勤めたいって時にみんなの認識とズレがないかってことが知りたいんでしょ。うん、私全然無理でさ、あ、私ってほんまになんか世間知らずっていうのはこういうことかっていうのも分かったし、うん、だからって何があかんのともちょっと思っちゃったし。なるほど、すごいいろいろ考えさせられたわこの動画。なるほど。これも多分経営者の方分かってくれると思う、言いたいこと。いや分かるけどさ、うん、分かるけどさ、知らんことを棚にあげんなって。いやそれは違うな、言わへんけど。それは言わへん、うん、ちょっと、まあ、まあまあまあテレビですから、まあね、真面目に考えたらあかんって、いやー面白かったな、もう最高だ。今回の優勝はモアちゃんの誕生日。いやー僕の中ではあれですよ、やっぱまともに答えるのもありだと思うんですけど、なんか印象に残った方がなんかそらそうやな、テレビやもんな、いいかなと思いました、うん、僕は、うん、どっちかやったら、うん、そうちゃう、僕はそういう目線で見てましたね。もうあれはあかん、あれな、正味な、あの正午、うん、一番最年少の正午って言ってたやろ、うん、正味な、あれはその印象に面白いから書いたと思う。いやそれは分からんけど、そこまでは分からないですけど、でもまあテレビっていうのを意識して書いたんか書いてないかによってまた話変わってくるなと。いやだからその前後の話見てないから何とも言えないですけど、全部は見てないからな。僕でも僕的に思ったことは多分ふざけてはないと思う、別に多分。そうやね、ふざけてはない多分。多分5分しかなかったから、うん、まあほんまに5分しかなかったかは知らんけど、まあ、5分の中で書かない、やだなって焦りの中でやったから、うん、もうパッて出てきたこと書いたんかなって感じはした。そうやと思いますよ多分、うん、20問ぐらいあったんでしょ、だって無理やん、5分で20問ってなかなかやもんね。それで全問正解は無理やもんな、うん、大人でもな。いやおじさんっぽかったらおじさんでっかってなってくるよね。パッと見てね。てかもう、えっていうかさ、正解全部分かってたとするやん、うん、その問題それでも20問5分で解くって大変よな、うん、無理や、だ間に合わへんのじゃん、わざとやな、だから、うん、めっちゃ面白かった。でもと思って見る前、うん、これ見て私らのリアクションおもろいんかなと思ったけ ど、 なるほど、ちょっとおもろいかもしれん。確かに。うん、いやちょっとなんか自分たちあれやもんね、なんかちょっとずれてる部分があるから、なんていうの、あ、人とちゃう考え方とか、うん、着眼点ちゃうからな、そうそうそう、そう思うんやっていうリアクションになったかもしれないですね。そうですね。ちょっとわからん、私が変わってんねんけどな。はい、ということで今回は桜学院学年末テストの2010年版を見させていただきました。はい、これおもろいな。でももうあんまないで。そうでしょ、うん、10年11 12おもろいからって見まくったらあんまないよね。ない。うわすぐ終わるやん、うん、すぐ終わっちゃう。しかもこの18分とか19分でなんか適度な適度な長さやね、絶妙な長さやな、うん、はい、ということで一緒に楽しんでくださった方はぜひチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、バイバイ。なんか今日声低いねんけど、やばくない、なんで低いん声、ほらなんかハスキーを乗り越えてこの低いねんけど、なに男の歌歌おうかな、ねに、やばいな。